下りは青でしたよね、確かに。で、これが緩んだら、うん、下でもう外しましたよって合図だから。今はダメだね。今張ってる状態の時は。倉岡さんのすぐ後で行こうとしたらなんか全然行かなかった。あの、ダメだな。今、一人一人しか。あ、そうなの、うん、これ引っ張られてるかな、うん、この状態だと落ちていけない。ああ、そういうことか。で、多分、もしダメになって、あの、手離しちゃっても倉岡さんが下でロープを引って引っ張ってくれるから。ああ、そっか。絶対手離しても引っ張られてる状態だと落ちないのね。もし、なんか危なさそうだったから、下で一気に引っ張られてるから、引っ張ってくれるから、そしたら、もう行かないから。ここでセットしても行かないんです。あ、そうなんですか。だから先頭に行くの。あ、最初にね。じゃあ最初と最後になんか分かれているといいの。そうだね。なるほど。で、これが緩んだら、下でもう外しましたよって合図だから。今はダメだね。今張ってる状態の時は。で？いや、こっちはと離さなきゃいけないんですね。今体重には正面段階で。もし最初かけたけど。この出だしのところでブンってなるけど、大丈夫だ。OK です。で、そこまで行ったらね、スルスルスルって。はいはい。この辺から、右手だけ、右手に高くなってちょっと、右手を引っ張って。こういう感じですね。送り出さなくていいと思う。送り出さなくていい。体重を乗せればいいのかな。ここ？やべ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと長いですね。長いですね。息切れしました。いやそしたら、ハッサンさん、はい、あのテントのあたりなど歩いて降りててください。はい。このロープしよう。くるくるくる。はい。はい。ありがとうございます。はい、ゆっくり。チェック出しますか。チェック。あ、大丈夫。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。テントですね。はい。ありがとうございます。眺めのがいいかも。はい。はい。ありがとうございます。お気をつけて。